ですね、まあ私が、レスリングで世界で戦ってきた経験で、まあ、特に感じたのがですね、やはり外国人のパワーのすごさ、まあ、パワーっていうのは、まあ、いわゆる要はスピードかける力、まあ、瞬発力ですよね、まあ、それがどうしても、なかなか、崩せないというか、まあ、レスリングが特にコンタクト競技で直接ぶつかり合いますから、まあ、外国人に負けないためにまあ実際トレーニングを、筋力トレーニングを積むんですけど、なかなかこう、どうしてもパワー負けしてしまう、そういった、瞬発力で負けてしまうってことが、たくさんありました。まあ、そういう中で、じゃあ、世界でやっていく上で、外国人にどうやったら負けない体を作ったらいいかということで、まあ、自分なりにいろんなトレーニングを重ねて積んできて、でその中で、外国人とですね、こう日本人、まあ、日本人というのはいわゆるこうアジア人、大体共通してますよね。まあ、アジア人というのはまあ黄色人種、まあ、中国人、まあ、韓国人、もう大体一緒です、体の作りは。まあ、そこの大きな違いというのが、分かりました。外国人、まあ、外国人とは欧米人ですね。まあ、いわゆる黒人であったり、まあ、白人であったり、まあ、大体こう一般の人もすごい力が強い、そういうイメージがあると思うんですけど、確かにこれはですね、ものすごいパワーをしてるんですよね。まあ、そういった、外国人と、まあ、いわゆる日本人、アジア人ですね、との体の違い、なぜこうパワーが違うのかっていうところは、まあ、簡単に言いますと、体の使い方、まずですね、外国人、欧米人というのは体の根元というのは根幹部分を大きく使って大きなパワーを生み出す。ここがものすごい違いなんですよね。まあ、根元、腕とかっていうのは根元じゃないですね。どちらかというと末端、まあ、木に例えますと、幹、しっかりとした幹、そこが、根元、であって、まあ、いわゆる体幹、まあ、下半身はだったら、根元というのはこういった股関節であったり、あるいはお尻であったり、そういうところが根元になるんですけど、ここをですね、ものすごい大きくうまく外国人は使います。それで、末端に、なんていうかな、パワーを伝えるというか、根元から動かして末端、まあ、いわゆる実際相手に触れるところですね、まあ、最終的にやっぱり手を、レスリングだったら手を使います。あるいは走るんだったら足の先にパワーを伝えないと速く走れません。そういった根元から末端にですね、根元を大きく使って大きなパワーを生み出して、末端に伝えるという、ここがですね、外国人のものすごい特徴であるんですよね。